で回してからどっか行くんだ。はい、どうもこんにちは、こんばんは、ひなたです。はい、どうもこんにちは、こんばんは、ひろです。ただひろです。あんまやると怒られちゃうからね。うわおい、わかってんのか。なんだよ。おやめてください。なんだよ。なんで勝てないんだろう、お前。あ、まあ、俺の PS4 だ、怖い。はい、ということで、今日はですね。皆さんお久しぶりですね、なんか。これ何月分の聞きですか、これ。10月 ?11 月分じゃない？あ、10月分だ。10月分の聞きランチャラやっていきたいと思いまーす。もう12月だけどどうしたんですか、空白の2ヶ月だった何があったの、空白の2ヶ月。いや、もう何もないけど、もう2ヶ月分もう取り戻せないということで、あの、もう12月分の聞きやります。はい、ということで今回はバニラアイスでやっていきたいと思います。全部まっしぐらですね。はい、揃えたのはハーゲンダッツの人じゃまだな、ハーゲンハーゲンダッツのバニラ味と、スーパーカップのバニラ味、クーリッシュのバニラ味、ソーのバニラ味を買ってきましたので、テイスティングして当てていきたいと思います。もう溶けてきてるので、ユウはアイスが溶けると本当にイライラするんで。なんでこれ明治エッセルスーパーカップってかかる、知らない、俺も知らないはい、食べていきましょう。ハーゲンダッツは少し溶けたくらいが美味しいって言いますからね。なんか濃厚、こんな味、毎日食べてる味だ。めっちゃ。お金持ちは違うわ。アイスだから早くやれよ。うまっ、超うめ。似てるのが多分これなんだよな。動画撮りながらハーゲンダッツ食える。みんなも YouTuber になろう。自腹だけどな。いや待って、今回多分すぐ分かるわね。これがいつも食べてる味だよこれがいつも食べてる味だよ。じゃあ次、そう、こんなの食感で分かるじゃん。うん、だから似てるの買ってきたんで、クーリッシュもうドロドロだもん、わかるよ。あ、ここだな。ソーとクーリッシュの差があんまりわかんない。口の中麻痺してくるから。あ、もうこれ勘だな、ここの2つは。はい、それではテスティングタイムが終了したし、テスティングタイムが終了したということで、もうダメ。それではやっていきたいと思います。はい、どっちからやる？俺からやるよ。じゃあユウからやりますので決まってるし勝手に決まってるし、ユウからやるからね。絞れないな、思ってるわ。いいよ、じゃあ行きましょう。これからいきたいと思います。どれ？はい、あ、じゃあ罰ゲームはビンタね。OK。 あの、ちょっとルール変更で全部食べてから形式にします。はい、じゃあ次はこれでございます。ほうなんだ、ムカつくな今の顔。ほういいよ、次待ってね。ハーゲンダッツがいいな。ハーゲンダッツ、ハーゲンダッツ、はい、あ分かってねえぞこいつはい、次ラストです。これですね、うん、ラスト行きましょう。悩みを吹っ飛ばすような、想像以上に音痴だからやめた方がいい想像以上に音痴だからやめた方がいい。分かったよ。いいよ、どうぞ。いくよ。1番ソウ、2番クイリッシュ、3番ハーゲンダッツ、4番スーパーカップ。ほっぺたに力入れろ、ほっぺたに力入れろ。皆さん来ました、今月もスクショのお時間でございます。行きたいと思います正解でーす。イエーイ。なんだろう、どこでミスった？最初に、あーなるほど。まあまあいいでしょう、まあいいでしょう。はい。これで俺も当てたら何も面白くないからね。僕は間違いたいと思いますけど。なんで？間違えちゃダメだよ。間違えていいんだ。じゃあ最初、これあげまーす。で、固形ちょうだい。固形？液体しか来なかったんだけど。だってさ、もう食べちゃったよ。味でも食感じゃないですからね。食感も重要じゃん。利きだもん。じゃあ次、いきまーす。これ。これあげまーす。これだよ、これ。ねえ、や結構、昨日の動画まだですかってね、連絡が来る、連絡が来るんだって。どっから連絡が来るんで。あの、やっぱり、12月から月1で出していきまーす。わかんねえな。はい、次、こちら、いきまーす。こちらです。あー、もう、これはもう。何？これはもう何？これはもうわかりますね。これはもう何？もう舌触りが違う。じゃあ、最後、これでーす。あ、オッケー。いきますよ。どうぞ。1番。はい。クーリッシュ。はい。2番。はい。ソウ。はい。3番。はい。ハローゲンダッツ。はい。4番。はい。スーパーカップ。はい。いきましょうか。合ってるともう、全問正解だと思ってる。全問正解だよ。もう全問正解だから。いいんだ。いいんだ。うん、いいよいいよいいよ。みんな見てよ、さ。いきます。なんだよ。全問正解だこれは企画が悪いぞ。企画は良かった。アイスの選出が悪かったですね。ちょっと。これだってもう液体だもん。液体来た瞬間に、クーリッシュと思ったよ。もう液体。はい。こんな感じで、バニラアイスでした。12月は。じゃあ、10月、ね、2016年もう終わりだよ。うん、どうすんの ?1 月元旦。元旦から撮影しようよ。もう何の？危機。じゃあ、簡単にやってほしい機器、はい、リクエスト募集しておりますので、ぜひこのコメント
の概要欄でお願いします。よろしくお願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイちゃん、バイバイ。ラップして冷凍庫入れよう。とりあえず冷凍庫入れよう。これ主張が強いんだよ。